Okay, das ging jetzt tatsächlich schneller, als ich gedacht habe. Dann kann ich ja theoretisch noch einen weiteren Charakterauftrag hinterherhängen. Wen haben wir denn da? Köchin auf der Jagd. Das machen wir mal mit Xiangling. Wer das hier ist, weiß ich gerade gar nicht. Oh, was ist das denn? Ach so. Ach. Ah ja, jetzt habe ich hier den großen Wolfskönig des Nordens, Herr von Wolfendorf, freigeschaltet. Gut zu wissen. Dann hüpfen wir mal dahin. Dann machen wir nochmal die Xiangling Quest. Und danach schaue ich mal, ob ich irgendwie das Glück gepachtet habe und Schauer aus den Gebeten kriegen kann. これは焼いて、これはキノコと一緒に炒めて、あとの残りはスライムの液体と合わせてみようかな。Ich glaube, ich habe sie sogar irgendwie mal aus Versehen getriggert, den Anfang. Da war sie schon so heiß auf Wildschweine. Ich glaube, wir sollten ihr jetzt irgendwie welche fangen. Irgendwas in der Richtung war das, glaube ich. Und schon ist sie in ihrer eigenen Welt. もうオイラたちのことは目に入ってないみたいだな。あ、ごめんごめん。ついレシピのことに夢中になっちゃった。これは約束してた料理だよ。食べてみて。で、感想を聞かせて。オイラたちのこと、試食係だと思ってないか？Na, Palmer, du hast dir doch am wenigsten darüber zu beschweren. Ich meine, gratis Essen, da bist du doch sowieso immer heiß drauf. No! Was ist da? これ、すっげーうまいぞ。どうやって作るんだ？もちろん教えてあげるよ。でもまだレシピにまとめてないから。そうか、しよう。私が今から作るから、あなたたちはそれを見て覚えるの。一回見たらきっと覚えられるはずだよ。こんな複雑そうな料理、一度見たくらいじゃ覚えられないって。それに道具も調味料もないし。ん？それなら問題ないよ。鉄板は平らな岩で代用して、油はさっき取ったイノシシの油を使えば大丈夫。石でかまどを作ったら、木の枝や葉っぱで火を起こすの。砂糖はスイートフラワー。塩はこの前洞窟で岩塩をたくさん取ってきたから数日分ある。Du scheinst das ja öfter gemacht zu haben. レシピを思いついたらすぐに試したくなるんだけど、毎回調理器具を持ってるわけじゃないからね。ちょっと待ってて、今すぐ準備するから。そこで何してるんだ？Wir wollen doch was kochen. ここはイノシシの生息地だが、狩猟禁止区域だよ。イノシシたちが驚いたらどうするんだ？僕たち狩人は目先の利益だけを追い求めはしない。将来のこともちゃんと考えてるんだ。War sie schon so drauf und dran, oder waren wir schon so drauf und dran, die halbe Gegend auszurotten? Ah, so da jo ne. 最適な環境だけが最高の肉を生み出す。驚いてこの場所からいなくなっちゃったら。ダメダメ。そんなの美食界の。いや、全人類の損失だよ。Ja, so kann man's auch sehen. ごめんね。まさかいけないことだとは思わなかったから。とにかく、デュラフさんのところに謝りに行った方がいい。彼は僕たち狩人のリーダーでね。ルールに厳しいから、すごく怒ってるはずだ。うん、謝りに行くべきだと思う。悪いことをしたのは私たちなんだから。Na denn, beißen wir mal den sauren Apfel. ありがとう。この件が落ち着いたら、また料理を振る舞ってあげるからね。おう、安心しろ。お前が忘れてもオイラが覚えておくからな。じゃあ出発しよう。ドゥラフは清泉町にいるはずだ。Mal gucken, was er dazu zu sagen hat. よっ。
お前がシャンリンだな。ごめんなさい、デラフさん。私が全部悪いの。お前がしたことは全部聞いた。ここに来たからには。Der klingt jetzt aber gar nicht so wütend. Gewalt ist keine Lösung. 俺たちの食用肉を広めてくれないか。突然ですまない。詳しく説明する。清泉町の肉は高品質で有名だが、その名がモンドだけにとどまるのはもったいないと思っているんだ。そんな時、ちょうどシャンリンシェフがモンドに来たと耳にしてな。呼んでこいとエレンに言っておいたんだ。シェフ？聞いたことないか？リーウェ港で庶民向けの料理を出すことで有名な万民堂。そこのシェフがシャンリンなんだ。食材に対して独特の解釈を持っていて、その料理はリーウェの人々に愛されている。褒めすぎだよ。私はただ安くて美味しい料理を作りたいだけだから。シャンリンのような一流シェフが一流の肉を使って一流の料理を作れば、この清泉町の肉も広く知れ渡るだろう。でもそのお願いは叶えられそうにないかも。私、美味しい料理を作ることだけ考えてきたから、食材が限定されてたり宣伝したりするのは苦手で。ここの肉はお前の使いたい食材なんだろう。何の問題もないと思うが。ううん、違う、全然違うよ。例えば料理にスライムの液体を入れたいって私が言ったら同意してくれる？それはもう少し普通の食材ではダメなのか。食材に普通も何もないよ。調理法さえ合っていればどんな食材でも美味しい料理になるんだから。食材によってインスピレーションが制限されるのは私の心情に欠けるの。だってそんなのつまらない料理しかできないもん。Ein großer Koch hat wohl auch ein großes Ego. Ha, 決心が固いようだな。この話は諦めよう。別に断らなくてもよかったんじゃないか？オイラたちは謝りに来たんだろう？確かに謝りに来たけど、それと料理は別だから。うん？これ、いい匂い。この料理食べてみてもいいかな？ごめんなさい、予約でいっぱいでね。今からだと食べれるのは7日後になるけど大丈夫かしら？わお、selbst zu probieren muss man sich eine Woche vorher anmelden。大人気だな。きっと美味しいに違いない。 Seltsam, es gibt doch richtig beliebte Küche hier。 そうだな。なんでドラフはシャンリンに依頼したんだ？うん、多分リーウェ港のような商業の中心地と比べてモンドの味は万人受けじゃないとでも思ってるんでしょうね。でも私はそうは思わない。私の肉料理は誰にも負けないわ。ねえ、特別に食べさせてよ。何かアドバイスできるかもしれない。みんな美味しいしか言わないのよ。だからあんただって。待って、まさかあんたがシャンリン？うん、そうだよ。そう、あんたがね。じゃあ、あんたも肉料理が得意なわけだ。実は、今日一番のお肉をまだ取ってあるの。あんたならどう調理する？肉の質と脂肪量で変わってくるけど、このお肉なら岩焼きにして、カイエン、絶雲の唐辛子、精神の花を合わせるかな。Oh, verdammt, ich fang schon an zu sabbern. 精神の花だって？でも熱い油と一緒にしたら香りが数倍にも膨れ上がって肉本来の香りが台無しになるわよ。うん、知ってるよ。でもこの精神の花は香料ではなく付け合わせにするの。
試したことがあるんだ。火加減をうまく調節すれば、精神の花の花びらは苦味が取れてすっきりとした味わいになるの。そこに標高の高い山で採れた絶雲の唐辛子を合わせると、低い湿度と高い温度が相まって独特の風味が生まれる。海塩のしょっぱさ、唐辛子の辛さ、肉のジューシーな香りが全て花びらに集まって、噛むたびに植物の爽やかさを感じられるんだ。ごちゃ混ぜになって味がまとまらなくなりそうだけど、焼肉の主役はお肉よ。肉の香りを損なったら本末転倒だわ。うわ、喧嘩は良くない、ダメだって。Man hört ja keinen anderen mehr reden。そう、なら料理のことは料理で解決するしかないよね。Oh, jetzt kommt das Kochbattle hier。料理対決を申し込むよ。受けて立つわ。私が勝てばドゥラフさんの見る目がなかったことも証明できる。じゃあこうしよう。もし私が勝ったら、その勝った料理を清泉町の宣伝に使っていい。ええ、なら私が勝ったら私の料理を万民堂のメニューに入れてもらうわよ。清泉町のお肉専門シェフ、ブロックの一品って言葉も入れてもらうわ。Da gewinnt Shanling doch so oder so dann, oder nicht? Entweder sie gewinnt und macht Werbung mit ihrem Ding, oder sie verliert und kriegt ein neues Gericht für ihr Restaurant, was sie dann vermarktet, wo zwar der Name von ihr drauf steht, aber egal, sie kriegt ja trotzdem die Kohle dafür. Mondai nai! Yaksuk, ja, Shokuzai wo sagaste kuru! Doi, matte yo! Oikakeru shika nai na! Oh je, wo ist sie denn hingedüst? Alter, in so einer kurzen Zeit bis dahin? Oha. Respektabel. Gehen wir mal über den Weg. Hätte jetzt nicht gedacht, dass er einmal halb durchs Land eiert. Jupp! Jupp! Vor allem, was will sie da hinten auf der Klippe? Achso, sie geht in Richtung Leo. Ja gut, stimmt. Dann ist das nicht so abwegig. Zuite ikimasu. Natürlich noch nicht. その当たり前でしょみたいな態度はなんだよ。これが私のスタイルなんだ。作る前から何を作るか決めていたら驚きが生まれないでしょ。だからどんな食材を探すかは決めないの。驚き適当すぎないか。安心して、万民堂の看板料理はどれもこんな感じでできたんだから。とりあえずこの辺を散策してみよう。何か気になるものがあったら教えるから。Dann suchen wir mal drauf los. よっ。Fleisch kann man immer gebrauchen. これだけあれば足りるかな?
っかくリーユーに来たからついでに他にも何かないか見てみよう。お、was haben wir da noch? あ、dich kann man nicht essen。みんなを守るから、ゴバー、火を吹け。行け、よっ。Lassen wir mal stehen. Zügig noch Schigotta war. Zügig noch Schigotta war. Zügig noch Togara. Ja. Kiree na Namae da na. Namae war kiree da kedo. Aji war sugoku shigekitek da yo. Mondo no hito te amari karai mono o tabenai mitai da kara. Kore wa tsukaeru kamo. Ippai toro. Den Platz muss ich mir merken. Ja, direkt zwei Sträucher sind. Ah. Nee. Machen wir es da. So. Man kann nie genug Items haben. Oh, das wäre. Pekin! Der Kanji ga tarinai ne.そう言われたら確かにピキーンが足りないな。etwas pfiff。ねえ、変。ブロックさんは保守的だけど、その実力は本物。きっととっておきの食材で勝負を仕掛けてくるはずだよ。勝ちたければ誰も見たことないような料理を作らないと。例えば怪獣の肉の和え物とか。精神の花の炒め物とか、キノコとスライム炒めとか。Was kann man sich denn unter Meeresungeheuer-Salat vorstellen? キノコとスライム炒め？少し変わってるのは認めるけど、味は最高なんだから。今度時間があったら作ってあげるね。Ich kann's kaum erwarten. 味は保証するよ。見た目はちょっとあれだけど。Es klingt auch eklig. Oh, so ja, ba. Mai ni ikisobirita basho ga arun da. Nani ka ii mono ga kakusarete ru tte atashi no chokkan ga itteru no. Itte miyo. Was rumort denn hier? Ach, da unten. Der ist am Graben. Ich hab mich schon die ganze Zeit gefragt, was da im Hintergrund so rumort.次の仕事は。Zu weit oben. Ah, da ist eine Kiste. Azat, de schon? Hore! Keganin ga iru do! Ich wäre jetzt nicht direkt drauf gekommen, dass der sich irgendwie verletzt hätte. Der sieht eigentlich ganz gesund aus. So.寒い。体が冷え切ってる。急いで温めないと。Stopf ihm eine Pepperoni in den Mund。火を起こそう。うん。あと、温かいスープも必要だと思う。私はここで彼を見ておくから、あなたは美味しいスープを用意してもらえないかな。ここに来る途中にヒルチャールの集落があったでしょ。そこに行けばスープを作れるはずだから。Kein Ding, ich dürfte noch ein paar auf Tasche haben. Yoi ga dekitara, hayaku modotte kite ne. Gib dem Jäger die fertige Suppe. Daibu yokunatta yo.
ありがとう。このスープもとても美味しかった。Gern geschehen, aber wie bist du so eingefroren? イノシシを追っていたら、どうも遠くまで来すぎてしまったみたいでね。しかも、獲物にはそこの地下遺跡に逃げられる始末だ。仕方ないから追いかけて遺跡に入ったら、巨大な給湯時を見つけたんだよ。すごく寒くてね。逃げようと思ったら、体の力が抜けて、このざまだ。巨大な給湯獣？どれくらい大きかったの？以前その噂を聞いたことはあったが、あんなの初めて見たよ。危なそうだな。遺跡には近づかないようにしようぜ。おいしい食材の予感がする。Sogar bei sowas kannst du an Essen denken. これだよ。足りない食材はこれだ。絶対美味しいに決まってる。Was willst du jetzt einen Flugseisbaum da reinschneiden in dein Gericht oder wie? 落ち着けって。そんなすごそうな植物、本当に食べられるのか？試してみないとわからないでしょ。さあ、早く出発しよう。Die ist ja echt energisch. また一人で行っちゃった。Ja, wir müssen dann mal los. 俺のことは気にするな。それより彼女を止めてくれ。危険だ。Ich glaube, die kann schon auf sie aufpassen. Oh, eine Kiste. Eine Frage des Geschmacks. Im Inneren der Sphäre befindet sich die unbekannte Zutat, nach der Xiang Ling sucht. Überwinde die Hindernisse auf dem Weg und finde diese Zutat. Tun wir sogleich. Mal gucken, was dieser Flugsbaum so kann.そんな急いで走るなよ。遺跡の中は危ないぞ。食材の鮮度は待ってくれないから。そう、solange sie noch leben sind, so frisch. かけっこしましょう。どいてどいて。意外と強いな。あちこちで食材を集められたのは勢いだけじゃなかったんだな。創刊化粧、行こうよ。瞬く間に急がないと。よっよっ。Hab dich gesehen. So, sonst ist hier nicht. Kommen wir da hoch? Sieht so rutschig aus.Oh, kann man kaputt machen. Jetzt kommen wir hoch.